到着です。おーすごいとこ入ってくんだ。せっかくならだから行ってみますか、この上まで。うわーすごい、こんななんかリーチがすごい、リーチが。おー立派なホテルじゃないですか、旅館。うわーでけー、外壁はタイル張りですね、バリバリの八幡館。でかい。かつては天皇陛下もね、お越し願ったとされているこのね、格式の高いホテルに今日は泊まろうと思います。なんと立派なホテル、とうとうお話、八幡館デビューしますよ、これから入りますよ。うわでかい、広い、めちゃくちゃでかい。壁があります、壁が。すごい、このラウンジのロビーすごいね。はい、スタッフの方に案内されて5階に到着。エレベーターを降りると自動販売機あります。客室は501から505、512から514が向こうですね。そしてこちら505から508、509から511、まあ、かなり広い。何室あるの？4とか9とかないのかな、もしかして。ちょっと分かんないけど。で、我々の部屋はと言いますと、今回5階の506号室になります。純和室風の感じの部屋ですね。広い、とても広いです。7人部屋らしいですよ、基本的にはね。入っていきますよ、ね。まあ、大浴場があるんでね、こちらのお風呂を使うことはもしかしたらあんまりないですが、結構立派なね、ユニットじゃない、もうちゃんとしたお風呂がついてますね。で、ドライヤー完備、ね、鏡があって、ね、ああいったアメニティが、ね、あります、ね。タオルなんかも用意されてる。これ持ってっていいやつかもしれないね。部屋はと言いますと、これは、はい、お手洗いもね、ちゃんと、なんつうの、大小分かる感じ。そして、まあ、お布団がね、押し入れに入ってます。かなりやっぱり古い、作りはね、古いかもしれない。そして、まあ、冷蔵庫完備ですね。これは、あ、入ってない、何にも。使った、ほら、飲んだ分、後で払うとか、ね、昔はそうだったかもしれない。そして、これはメインの部屋ですね。テレビがあって、やっぱりかなり古い感じはするね。タオルという方があります。昔の感じの作りですね。かなり、昔の感じの作り。部屋がまあ分かれていて、ね、あれは僕の荷物ですね。そしてですね、一番大事なところですよ、大事なところ、こちら！おお、これいい部屋だよ、絶対。海が見える。海と川が見えるね。最高じゃないですか。これ最上階？最上階じゃないですか？じゃないです。あ、もっと上がある。ああ、ここで今日はフロンタルさんと、べったりくっついて寝ようかと、思います。うわあ、いいねー、いい。すごくいい。景観は最高。お風呂の方をお入りください。はいはい、お時間はもう今から入れます。あ、夜の12時で終わり。明日の朝は、5時半より入れます。5時半からですね。はい。はい、では、明日のご朝食、会場が上の7階です。7階。はい。7時から9時の間で召し上がってください。はいはい、9時で終わりです。はい、わかりました。今まだ世の中がこういう世の中ですので、はい、バイキングではないです。あ、美味しい。あ、はい、ご理解ください、はい。好きなだけ食べれるわけじゃないっていう感じですね。ご飯お借りできるですか？もちろん。あ、もちろん。ありがとうございます。いいえ。それではお客様、本日の夕食ですが、はい、会場が2階です。2階、はい。2階の立花という個室をご用意してます。おー、ありがたいですね。はい、ただ夕食だけお時間決めてまして、はい、今4時25分です、はい、一番早いお支度で6時、次が7時、7時半と7時で、ありがとうございます、はい、確かに。では7時ごろ、はい、2階の方へおいでください、はいはい、また今コロナの関係でですね、はい、こちらのお部屋の中にお茶のセット入れてないんですよ、はい、もし必要であれば、必要な時に、はい、フロントの方にお電話いただけますか。はい、はい、
それではどうぞごゆっくりなさってくださいね、はい、ありがとうございます、はい、失礼いたしました。はい、どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。楽しみですね、ご飯と、ね、宿泊のご案内、まあ、よくあるやつですね、昔からの約款、ね、飲食施設ラウンジ高浜桶狭横丁、ね、鬼太鼓、これも、ね、まあ、ちらっとね外から見える範囲で見えたら見に行こうかなと思ったりもする、ね、追加料理なんかはねとりあえず頼まなくてもお腹いっぱいになるそうです、ね、フロンタルさんここのことね、まあ、泊まったことがある人なんで知ってるんでね、まあ、とりあえず追加はいらないんじゃないかという話で、まとまってます、ね、まあ、こんな感じ。ご飯はね7時から食べますよ。それもね撮影しますんでね、する予定なんで楽しみ。早速風呂に行っちゃいましょうかね。まずはこの明るい時間に入る風呂がいいですよね、やっぱりね。もう着替えましたよ、古田さんももう準備 OK です。行ってきます。スカイラウンジ、スカイラウンジ行ってみたいですね。お、2階真っ暗なんだけど、おっとっと、これえマジか、ピーク本当に、あほら見てください、間違えて2階来たんだけど、ほらもう関係を岡本様になってますね。ほら、そうですね、わあ広い。浴場に向かいます。広くて迷子になっちゃう。どっち、すごいあっちとかもちょっと行ってみたいね。1階の客室とかもすごいめちゃくちゃ立派そうですよ。すごい大浴場こちらになります。うわあ、扉は自動、こちらには段差がある。うわ、なんかすごい離れみたいな感じのところに向かっていくんだね。うわ、結構距離ありますよ。さらに下ってさらに奥へと向かっていく。え、遠い、すごい結構ね行くんすね。佐渡の海洋新用水が飲めます。え、ちょっと一杯飲んでいこうかな。おお、ごぼごぼ言ってる。あ、冷たくてうまい。はい、こちらがお風呂になります。なんと、はい、あ、入ってるかもしれない。まあ基本的には、まあ、まあ基本的には結構空いてるかな。これからねお風呂に入ります。お風呂の中はね、まあ他の方も入ってられたりするんで取れないんでね、まああの八幡館のホームページとかからね画像を拾いたりしたらね、まあこの後ねスライドで貼り付けようかなと思っております。お風呂、温泉、温泉ですよ、温泉入ってきますね。タオルが上がりました。あのお風呂の満足度高いですね。なんかあの内湯とそね露天風呂とお湯が違うらしいんですけど、どっちもすごく気持ちよかったですよ。温泉らしい感じでしたね。ナトリウム泉みたいですね。ちょっとあの鉄分の入った感じのね、こう茶褐色のお風呂でございますね。結構ね売店はすごい、何でもある。ごっつぁんカレーって何、甘エビ醤油、ぶり醤油、初めて見た。怖い、なんかのどくろカレー、地獄のカレー、ね、あとお蕎麦なんかも売ってる。これ佐渡の中も蕎麦って書いてあるけど、なんと新潟市南区月形村の、ね、入沢製麺というところで、ね、作られてました、ね、びっくりですね。いろんなものが売ってる、民芸品とか、ね、コップ、お茶碗、ね、こういう焼き物関係なんかも売っててね、非常に面白いですよ。こういった、まあ、お菓子とかはね本当いっぱい売ってますね。バステータのカレー、柿の種売ってます。かきっぱい、お土産物には困りませんね。ここが、ここが何、やってないけどなんか喫茶室みたいな感じなのかな。今クローズですね。地下1階に桶狭横丁鬼太鼓桶狭ホールがあります。ちょっと地下降りてみようかな。地下にはね、わあこれなんか温泉旅館ならではの卓球台がありますよ。そしてカラオケディスコ、降りないこと、ゲームコーナー、真っ暗、やばいっすねこれ、やばいっすね。卓球台も真っ暗、
おけさ横丁開店19時ですね。7時になったら始まる。お、広い。うわ、ちょっと若干怖いけど。セミナー？なんかやばいやつ。これ7時になったらね、あれですよ、営業するみたいですよ。今真っ暗だけど、ちょっと気にはなりますね。まあ僕ら7時から飯ですけどね。ああ、こういったなんか赤絨毯のね、広い部屋がある。なんかセミナーなんかを開催するみたいですよ。こうやってないけど、すごい。カラオケのとこだね。すごい真っ暗ソファーですよ。行ってみたいけどね、これ。やってないんだもんね。5階に戻ってきました。通路のね、一番端っこから見る景色もなかなかですね。橋が見えて、川が見えて、山々が見える。なかなか素晴らしいとこだったんですよ。八幡館。すっごい夕焼け綺麗ですね。いい時間ですよね。ちょうどもう、まあ、いつの間にか夕日が落ちちゃったけど、落ちる瞬間もちょっと撮りたかったんだけど、忘れてた。そんな感じ。今でもいい時間ですよね。何やろ、マジックアワーみたいな感じ。すごい綺麗な空じゃないですか、これ。外はね、すっかり暗くなりましたね。そろそろね、我々ご飯の時間になりますよ。ご飯は自分の部屋で食べるのではなく、鼻が詰まっちゃってね、花粉症がひどくてね、やばいです。ご飯は、まあ、今僕は5階にいるんですけど、2階の、ね、また別室で食べることになります。ごちそうですよ。楽しみですね。9時だから浜田ステイに入ります。立花ですよ。すみません、お名前の方お間違いないです。はい、間違いないです。はい、記念撮影撮りますか？快適な感じ。ああ、こんな感じで明るい、明るい部屋ですね。とても、わあ、でもゴッチじゃないですか、ゴッチ。ゴッチですよ。ごちそうですよ。食べきれるかなってところですね。楽しみですね。ゴイじゃありませんか、これ。カニも立派ですよ。ズワイですね。あとは何だろうね。地物野菜のサラダ、前菜盛り合わせ。佐渡金海さんのお作り、佐渡赤泊さん朝どれ紅ズワイガニ、心ズワイガニなんだね。佐渡前握り寿司が来ます。郷土類煮しめ、佐渡産コシヒカリ、ね、シャーベット、おけさがき、楽しみですね。これはまあ前菜なんでね、詳細がわからない、詳細がねわからないけど、こちらにも火が入りましたね。中はなんだろうね、これタラとかかな。なんか蒸し焼きにするみたいだね。なんか水気が何も入ってないもんね。蒸し焼きっぽい。下にあるのがよもぎ豆腐、よもぎ豆腐、真ん中の角煮、豚の角煮、そしてそばにわかめの佃煮です。佃煮、一番左上がブリ、ブリ、そして牡蠣の生姜煮、そして小肌の絹玉巻きでございます。また今火ついてますけども、はい、こちらの方がタラ、白身魚のタラのセイロです。セイロ召し上がるときは手前のポン酢で召し上がってください。はい、あとあの紅ズワイのカニ、こちらにですね、ハサミとカライであるのでお使いください。はいはい、一番右下がヒラメ、大葉の、ま、ヒラメの隣が上がブリ、ブリ、甘エビ、マダイをご用意しました。右の醤油で召し上がってください。はい、ご用があったらこのボタンで。ではこの豪勢な料理をいただいていきましょうか。はい、お刺身からいっちゃおうかな。これお刺身がついてさらに握り寿司がつくってこと、うん、すごい。前に天ぷらとかついてたけど、最後も不評だったんで。あ、なるほど。これもちゃんと。ヒラメのお寿司、ね、お刺身。これからいっちゃおうかな。結構贅沢な。濃い口の醤油ですね。ブリもいっちゃいますよ。
天然ですね。固め。うまい。こっちのグリも食べてみようかな。しっかり天然のブリは身がしっかりしてますからね。おいしい、これなんて言ったかな、なんて言った忘れちゃったな。ご飯だ、ご飯だ、酢味噌、白魚のかき揚げ、今季節なのかもしれないですね。上品な味がしますね。これで食べるんだよねと思う。おいしい。超うまそう。あー、まだこれやばい、めっちゃうま。あ、これはうまい。これは昼に行った長三郎のお寿司で出てきたマダイと全然違うものが、これの、これはに関してはこっちの方が美味しい。あの皮を炙ったお寿司がね、マダイのお寿司が出てきたんだけど、そのマダイよりも全然食べやすくて美味しかったな、これは。そしてこの子持ちの甘エビ、子持ちの甘エビマジうまそうだよ。これきれいに取れるか取れないか、ちょっとこういう感じでいっちゃう。行きますよこれ。うまっ、うめえ、これやばいっすね、これやばいっすね。牡蠣、まあ美味しい。かなり味が濃いけど、まあ、想像通りの味ですね。うまい。これがそして豚の角煮って言ってましたね。小さいけどすっごく。おいしい、柔らかい。そしてめちゃくちゃ少ないけどわかめの佃煮です。少ない、おいしい、よもぎ豆腐。よもぎ豆腐なんて僕あんま食べたことないな。おいしい、なんかお菓子みたい。この甘エビがマジやばいっすよ、うまくて。大ぶりっすよねこれね、結構大きい。これはおいしい。うますぎ。このマダイがやばいね。マダイも相当おいしい。
かうまくないですか。すごいですね、うん、はい、この白身魚のせいろが、白身魚のせいろがもうできてます。オープン。うわぁ、うまそうだね。うまそう、温野菜も。ただホロホロですね。ホロホロで崩れちゃう。うまいです、結構なかなか。これは、いや、椎茸入ってないのすごい助かる。うん、こんな感じでね、たら椎茸うまそう。お寿司が来ましたよ。マグロと蒸しエビ、あとは煮しめですね。佐渡の郷土料理だそうです。美味しそうです。すごいなんかお上品な感じの、ね、色合い、ね、美味しそうですよ。食べていきますよ。これはやっぱりエビからですよね。やっぱりマグロを最後に取っときたい気持ちはある。わさび別盛りなんだね。いきますよ。エビ。うん。おいしい。中トロぐらいじゃないですか。マグロでかいです。ネタが。これ楽しみだね。すごいネタがでかい。いただきましょう。一口ですよ。これはうまい。いい味ですよ、なんか、上品でほっこりする味だな。なるほど、これは全然いける、うまい。これ飲みたくなる。飲む。美味しい。なんかね、強風って感じ。わかんないけど。こうやってゆっくりこいつを食べますよ。よいしょ。金も箸を全部取っちゃう。いて、いて。思ったよりでもこのカニ爪がさ、小さい。すっごく。でもお腹いっぱいになってきたな。味は美味しい。大変だ。細いけどね、細いけど。でも、カニのほら、風味だとか、茹で加減とかは、うまいですよ、すごい。ほら。これちゃんとついてくるのって、ほら、あんまりないじゃないですか。ね、これすごい、いくよ。うめえ。
ほら、すごい食べやすい、これこうやってほら、ついてこないのあるじゃないですか。ありますね、これ食べやすい、なかなかいい。うー、力抜けちゃなるほど、こんな身入ってなかったですね。いつも食べやすいカニでしたね、すっごく。カニは本当これ当たりですね。いい時期なのかもしれないし、カニのグレードも割といいのかもしれない、まあ、色つやなんかもいいし、めちゃくちゃうまかったです。僕はね、もうカニは徹底的に食べるタイプなんで徹底的に食べました。もうこれ本当にもう本当に食べるとこない感じ。ドルの今朝横丁、一応11時までやってるんだけど、ラーメンが食べれるかどうかなんだけど、一応行ってみようと思う。なんかいい匂いしてるね。タコキムチとか本当飲み用の、飲みついでのお店だったりするっぽいんだけどね。今ちょっと入ってみようと思います。中は結構広いですね。メニューこんな感じですね。牛すじ煮込み、ラーメンありましたよ。ハーフラーメンちっちゃいね、多分ね。いろいろある、面白いですね。タコブツとかね、ポテトフライ、まあアルコール、僕はねジンジャーエールにしました。いろいろあるお酒とかがね、今、まあ、いろいろある、面白いですね。なかなかいい雰囲気のお店ですよ。馬刺しなんかもある。飲みますか。飲みたんで、はい、お疲れ様でした。ジンジャーエール、おいしい。ハーフラーメン到着です。あ、ありがとうございます。あ、小さいけどね、なんかね、まあ、俺鼻が詰まってんだけど、ちょっとなんか生姜っぽい感じの匂いがするね。あ、うまそうですよ。伸びちゃう前に食べますよ。
ょっと。うまい。おいしい、結構ちょっとねしょっぱめだけど、おいしい。これもね、また食べたくなっちゃう感じの、少ないんだけど美味しいよ。500円。あったまる、すごい。結構ね、地下なんだけど、ここ割とね涼しいんでね、このあったかいスープが体が本当にポカポカになる。美味しいですよ、すごく。ペロッと食べちゃう。これ2つぐらい食べれちゃうね。佐渡のラーメンはね、結構どこも美味しいのかもね。やみつくよこれ、うん、ごちそうさまでした。はい、おはようございます。朝風呂入ってきました。5時半です。はい、花粉をね、花粉症がひどすぎて、まあ、花粉を流すために朝からさっぱりしてきました。あ、いい天気ですね、今日も。いい天気ですね、晴れましたね。はい、2022年4月10日朝の佐渡、いい天気ですね。今日も最高ですね、これ。きっと。ね、ちょっと花粉症があまりにもひどいですけど、ね、八幡館2日目、朝ごはん食べて、ね、八幡館は八幡館の動画であげようかな。とてもまあ、素晴らしい旅館でございました。朝ごはん。7階のね、ここは、どういったところなんだろうな。めちゃくちゃロケーションいいですね。そしてご飯こちら、こんな感じ。開けるよ、開けるよ。おお、朝ご飯これ腹いっぱいになるぞ。これめちゃくちゃご飯好きなだけ食べていいそうです。これが要は佐渡のコシヒカリだと思う。早速いただきましょうか。どれから食べていいか分かんないぐらい。あ、冷たい。佐渡のコシヒカリうまいです。イカ刺しがついてるね、朝からね。こんな感じで食べるのかな。これめっちゃうまそう。これうまそうだね。生姜で食べるんだね。おはようございます。おはようございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今朝方もたくさん召し上がっててください。はい、ありがとうございます。表がね、ありました。サラダ、サバの塩焼き、ウインナー、卵焼き、イカに、キエコ、何、キンペイ、金平、え、何これ、お刺身、イゴネリだね、温玉、舞茸時とこのマリーネ、ドリンつくだに、なめだけおろし、これブリフレークどこだ。え、ブリフレークわかんないぞ。これなんて読むの、これ5万円、これなんだろうな、わかんない。しめじ、こんにゃくに季節のフルーツ。まあ
そうそうそう、箸がね、こう豪華です、すごく。なんとか制覇しましたけど、めちゃくちゃお腹いっぱいになった。やばいですね、これ。これはね、もう朝からお腹パンパン。コーヒーいただいてみました。はい、506号室ありがとう。これからチェックアウトしますよ。はい、チェックアウトしました。ありがとう八幡館、めちゃくちゃ楽しかったです。広い。はい、八幡館いかがだったでしょうか。よかったっすよ、お風呂最高っすね。お風呂ちょっと感動的だったっす。あの結構ね、実はあのなんとなくその会社の仲間とかもね、結構ここ利用してる人が多くて、あんまりいい話聞いてなかった、実はだけど僕は満足ですね。満足でした。ご飯もただ朝飯ちょっと多すぎるけど、あれ朝飯はもっとシンプルでいいですよね。あの焼き鮭と納豆とご飯味噌汁、それぐらいあればいいです。あんなすごくなくていい、と思ったけど、まあでもね、まあね、まあ古い感じはするけど、立派な、かつてはね天皇陛下もね来られた、ね、今は来ないのかもしれないけど、ね、でも今ももしかしたら、もしか天皇陛下がね、じゃあ佐渡島行きますよって言ったら、もしかしたらここかもしれないですよね。もっとすごいとこあるのかもちょっと分かんないですけど、ね、ちょっとまあ本当に良かった、感動した、ね、こういう感じで、ちょっとまあざっくりですけどもね、長い動画になっちゃったかもしれないけど、八幡館を楽しむという動画とね、八幡館だけの動画でまとめようと思います。佐渡はね、何部作かに分かれてこう動画をねアップ しますが、ぜひね、あの今後佐渡に行かれる方参考になればと思います。はい、ではね、今日もね佐渡回っていきますんで、はい、また別の動画でねお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。八幡館からバイバイ。